い、どうも、星です。今回はですね、質問が届いているので質問にね、お答えします。で、この質問はですね、ツイッターの方で届きました。こちらはですね、精神的自立について聞いてみたいです。精神疾患にかかると精神的に誰かに依存しやすくなり、寛解しかけてもその癖が残っている気がします。そこからどうやって気持ちを自分だけで満足させるのかなど、お聞かせくださったら嬉しいですっていうことですね。で、これは本当に、格好書きでね、僕個人だけの問題でしたらごめんなさいって書いてるんですけど、これそんなことなくて、本当に、私もそういう風な時期ありましたし、みんななんか精神的に自立できなくてね、悩んでるっていう方多いんじゃないかなと思います。特にね、メンタル的な疾患を持ってる方とかね、多いんじゃないかなと思うんですが、まずですね、精神的な依存について結構、勘違いって言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、勘違いしてる方が結構多いなと思ってて、実はですね、自立をするっていうことはですね、精神的な依存先を増やすことなんですよね。これね、なんかちょっと矛盾してるような気がするじゃないですか。いや、自立したいって言ってるじゃんみたいな、自立したいって言ってるのに依存先を増やすってどういうことっていうふうにね、思う方もいると思うんですけど、これですね、よくメンタルヘルスの世界では、有名なというかね、熊谷慎一郎先生っていう方がいらっしゃるんですよ。この方小児科医なんですけど、自身がですね、新生児下肢の後遺症でね、脳性麻痺になられて車椅子生活をされてる先生なんですけど、その先生が言ってたことなんですよね。で、その先生が言ってたのが、自立とは依存先を増やすことですよっていうことをおっしゃってました。わかりやすくするようにですね、私がこうツイッターでね、図を描きました。こういうふうに依存先を増やすといいよみたいなね、図を描きました。で、結局ね、どんな人間もですね、依存してるんですよ。何かに依存して生きてます。人間っていうのは何かに依存しないと生きていけないので、依存はしてるんですよ。ただなんか精神的に自分が自立できてないなって感じてる人っていうのは、依存先が少ないんですよね。依存先が少ないからなんか危機感を感じてるんですよ。だから一つしかないみたいな、依存先が一つしかないみたいな感じになると、その依存先が崩れてしまった時に自分も一緒に崩れてしまうわけじゃないですか。例えば彼氏とか彼女にすごく依存してるという状態だと、その彼氏とか彼女に振られてしまった場合、自分も一緒に崩れてしまうわけですよね。でも彼氏と彼女に依存してるけど、友達にも依存しています、家族にも依存してます、趣味にも依存してます、スポーツ、なんかスポーツにも依存してます、ペットに依存してますっていう風に、いくつもいくつも依存先があると、こう自分の依存に対するエネルギー量がね、分かれていくんですよ。一つしか依存先がなかったら 100% そこにね、エネルギーが集中するんですけど、10個依存先があったら 10% ってこう 10% ずつ依存先が分かれるわけじゃないですか。もちろん正確にはね、例えば彼女には 40% だけど、家族には 10% みたいな感じでね、微妙にこうエネルギー量は分かれると思うんですけど、でも依存先が複数あると、精神的なエネルギーっていうのはどうしてもこう分かれていきますよね。ってなると、一番の支柱である彼氏とか彼女に振られるみたいなことがあったとしても、少しこうダメージが少なめになるわけですよ。なんか友達いるしなみたいな、家族いるしなとか、大好きなペットいるしなみたいな感じで、ちょっとだけこう支えられるような感じになる。で、それって傍から見ると自立した人間みたいなの見えるじゃないですか。なんか一つに依存してないから。でも実はいろんなものに依存してるからこそ、自分の精神的な状態が保たれてるっていうことなんですよね。なので依存しない方がいいって思ってる人多いんですけど、積極的に依存はするべきなんですよね。ただ依存の個数を増やすってことですね。依存する個数を増やすってことです。なんか物に依存するでもいいです。別に漫画とかアニメとかでもいいし、スマホゲームでも何でもいいですけど、何か自分がこうやってて楽しいこととかっていうことに対して依存をすると、で、その依存の個数を増やしていくってことを意識すると、そのまま精神的な自立にね、繋がっていくんじゃないかなというふうに思います。今回はこんな感じでありがとうございました。